アメコミリーグチャンネル、バファロゴロー竹若です。さあ、ということで、今回は、折り紙を折ってみたいと思いまーす。普通の折り紙ではございません。こちら、ででーん、DC スーパーヒーロー折り紙というものでございまして、アメリカの、書籍でございまして、中にはですね、約50種類ほどの、いろんなキャラクターであったり、シンボル、ガジェット、アイテムね、そして乗り物なんかも、乗っておりまして、いろんなものが折れるという、優れものでございます。さあ、まあ中にはですね、ちょっとそれ専用用紙がないと、なかなかそれ表現できないんじゃないのみたいなね、例えばこういうのもありますが、はい、まあまあ、こういうのはですね、カラーコピーしていただいて何度も何度も折れるということでございます。まあ、ちゃんとですね、普通のこういった折り紙でもですね、折れるものももちろんございますので、早速やっていきたいと思います。記念すべき一発目はですね、やっぱこの辺りでしょうね、スーパーマンのシールドということでね、まあ、シンボルマークを作っていきたいと思います。レベル表記がございまして、星が3つということで、なかなか難しいんじゃないのというアイテムではございますが、初っ端なんでね、気合い入れて頑張ってやっていきたいと思います。こちらのダイソーのですね、折り紙セット、ちょうどね、これほら表裏も色がついてるみたいなのがありまして、まさにスーパーマンカラーのがありますので、ちょっとこちらで折っていきたいと思います。まずは日本の折り紙でよくある半分三角形に折るやつですね。はい、折っていきましょう。うん、こちらももう一個折るということで折っていきたいと思います。さあ、これを広げます。広げて、今度ははい、こちらの真ん中の部分をちょっと出しますね。全部折らなくていいそうですね。え、ちょこっと印だけつけといて、さあ、そっから、ここの半分のところと、はい、こちらの端をきれいに揃えて一直線になるように折っていきたいと思います。よし、折れました。この感じですね。こことここ折る。では続いては、ここの頂点ね、を目印にして、こんな感じ。頂点も合ってますか？合ってますね。じゃあ今度はこれを開きます。はい、ではこことここを、折り合わせて、まあこれ下準備ですね、どうもね。準備、いろんな折り線をつけておくと、後々、楽ちんに折れていくということじゃないでしょうか。折っていきます。さあ、続いてはさっき今折ったやつと、ここですね、端、ここを折ります。すごいね、なんだかアメコミの折り紙っていうことだから、もっとダイナミックなものかなと思ったら、やっぱり日本の繊細な折り紙、下準備が恐ろしいほど長いです。じゃあ今度は先ほど折ったところと、こちらのところを折っていきましょうね。え、これをおろそかにすると後で変な感じになっちゃうみたいなところがあると思いますので、このあたりはしっかりしていきましょう。ではくるっとね、180度ひっくり返せと英語で書いてありますので、ひっくり返しまして、今度はここのラインとここのクロスしてるところですね、ここを折っていきたいと思います。まだ下準備です。まだ S っていう部分が全く現れてきておりません。では折ったところで、今度はこの一個手前の後ろの紙の線に合わせて折り返していきます。ってな感じですかね。さあ、これを
広げて、またもやひっくり返します。そして上から2本目のラインと下のラインを合わせます。そしてまたこの後ろにある1個下のラインに、こちらも同じように折り返していきましょう。はい、ではこれを広げます。裏返します。ここを折る、三角形に。こっちも置いといて、黒い点、こことここの黒い点を、合わせていきます。逆もやりますね。ピローンと、端を出していきましょう。このような感じです。じゃあ上に出していきます。よくね、居酒屋とかでね、割り箸の紙でね、箸置きとかをね、シュシュって折ってね、わあかっこいいみたいな、場面があると思いますので、皆さんもぜひね、こちらの S シールドをね、ひょひょいと作って、わあかっこいいと。ではでは、続いてはペノーンと後ろに折っていきましょう。重ねて半分に折ります。ここの端がここの黄色の一本のラインになるように折っていきましょう。こういうことね。ほら、ちょっとね、何かしら文字っぽくなってきたんじゃないですか。では続きましては、こことここが直角になるように折れというね、なりました。じゃあ今度はこことここを折るということで、いいんじゃないの、いいんじゃないの、こうなりました。で、この三角のここを折り目をつけときなさいと。さあ続いて、ここのクロスしてる点ですねと、まとめは直角に折れということですね。ということで、このように折ります。また広げる、広げるね、広げて、今度はここのこのライン、このラインね、で折ってくださいということなので折りましょう。さあ、まともやいっぱい折り目を新しくつけましたので、今度はどうなるか。おっと、ここはちょっと立体的になりますね。ここをパカッと開けながら折り込む、下にグイッと半分、反対に折り込んで、はい、折りました。ちょこっと出る感じでいいと思いますね。で、今度はおう、この S のここの下のこっちに行きたいみたいなので、こうね、こういうことね。ここが上になって、こことここが下になる感じでこう折り込みます。今度は簡単な上の方行きましょうか。上の方、ここを、こことここを合わせる感じですかね。このように折り込みます。で、このままこの出っ張ってる三角形をこの中に入れましょう。ポーン、はい、入った。おい、なんか S っぽい。で、今度はこっち側の折り目作業ですね。はい、このラインとこのラインの間にラインをやりたいみたいなので、そこを折り込みましょう。血を折っておきましょう。ギュギュギュッと。はい、さあ続いて、これをこの出っ張ってるここをまたもや内側に入れ込んでくださいとのことなので、入れ込みましょう。これぐらいに折っておきましょう。はい、ここの角がいい感じになりました。続いて、ここの折り方ですね。ここをこう折る、はい。で、先ほど作ったこのラインを、はい、折りました。そしてここですね、ここ、なんか細かく書いてますね。なんか見た目がほとんど変わってないですけども、なんかこう S の跳ね具合を表現したいような感じなので、ちょっと立体的に折る。で、上がりすぎてる部分を内側に折る
ったところですかね。はい、ということで、なんかこの S のシャープなところ、ちょっとこう上がってるところみたいなところが完成しました。さあ、続いて。お!もうそろそろ完成じゃないですか。裏向けます。折り込みます。ね。もう S のシャープに、S シールドの形になってるんじゃないですか、これ。こちら。で、今度はこれを、このラインで折り込むね。はい、折り返す。じゃ折り返した部分は、中に入れます。はい。ということで、ででーん。裏返すと、おー、いいじゃないですかースーパーマンの S シールドシンボルマーク完成でございまーす。どうだー、こちら結構ね、初めてなので時間かかりましたが、何度も何度も折っていくと手順も覚えてですね、本当に、いついかなる時でもシュシュッと、ちょっとした時間でパッと折ってあげてね、これでプレゼントをしてあげたりしたら、なかなかいい感じになるんじゃないですかね。あなたのロイス・レインに、あなたのジミー・オルセンに、このスーパーマンの折り紙、ぜひやってみてください。 DC キャラクター、 DC アイテム、いろいろ折り紙でこれからも折っていきたいと思いますので、お楽しみに。覚えてね。